そんな感じで、まあ、ベッセの店員さんになりましたと。働くようになって、ちょうどそのギルティが出る前だったの。そうです、ギルティが出る直前だゼクスがイグゼクス、まあ、イグゼクスが出る時に大体みんなその時期だよね。そう、イグゼクスが出るってなった時にもうめちゃくちゃ高校生が集まるわけですよ、うん、使い同士ってもう高校が3つぐらいあるんで、うん、高校生だけでわーって全部マッチだってなるんですけど、うん、ビートマニア以来ですよ、あんまり並んでまでみんながやりたい。あ、そう。なんか、で、それまで全然格闘ゲームやる人って常連の人だけだったんですけど、ギルティはすごいんだなって、まあ、やんなかったんですけど、人がいるんで、まあ、全然入ってくる間もないですし、だったんですけど、ある時そのなんていうんだろう、あのスターダストで、うん、マヤパンマンって叫んでた人覚えてますか？西島の？そうです、デノム使って、うん、足払いを連打するか、うん、前 B で対空をするベノムって書いたんです、うん、に向かってマヤパンマンって言ってたんですけど、いえ、あの、あ、私がなんかその人が、まあ、ヨスカイドに住んでる人で、はいはい、あの高校生がいる時間が人が一番いるんだ、うん、対戦できるんだっていう気持ちだけで毎日通ってしまってたんです、はい、高校生が全部つまんないって言ってたんで、そうです、で一人だけになった。高校生が完全に死滅したら、ギルティをやってる人が稼働して1ヶ月で6人ぐらいしかいないゲーセン。どんなに土日だろうがほっといても6人が集まらないと始まらないんですよ。で、このベノムの人がいない時間、夜か、そうだから夕方まではベノム人がひたすら一人をやってて、うん、で、僕がかわいそうだなと思ってギルティで対戦しなきゃ、うん、はい、がきっかけです。強かったっすからね、めちゃくちゃ早かった。4フレッシュ、4フレッシュ、足払い食らって、もうその人は必ずダークエンジェルで打つんですよ。ダウンしたね。だから足払いを食らった時って、ただ暴れてるだけだったらダウン取ってボール1個ぐらいなの。その人の時は必ずでっかいのが飛んでる。イライラってなるレベルが高かったんですよ。そこですごいダメージをこうなんかシュッて青キャンして何々とかってやってきたら強いなとかってこうみんな素直に言ってくれたのがわかるんですけど、ひたすら連打してダークエンジェルってやってさて何かやろうってこうわーって言ってから始まって、はいはい、またわーって追い返されて足払い連打して転んだらダークエンジェルしてずっとこれなんですよ。でこの人が目標にしてるのが NO さんだったんですよ。だからシューティングをこうずっとやってるのが理想だって思ってたそうで、状況確認からコンボとかそういうのじゃなくてってことになる。永遠にシュシュシュってボール飛ばして、うん、まあ、江野さんがダークエンジェル打ってたとか知らないですけどなんかもうそのピンチの時はそういう風に切り抜けてまた自分の好きな時間にってやってたんで、かいくぐっていけばいいんじゃないっていうのは、まあ、やってる人の意見であって、うん、高校生がギルティ面白いからやってみよう世の中ではちょっと難しかったんですね。共存できなかったんで蹴散らすしかねえっていうのでミディアを使ったっていうのが最初の。なるほど。何かの優勝何かモアカなんかで決勝大会やるやつで、デストコーダーなんだか、え、そのベロの勝負両都市が、あ、なんかで、え、GCN じゃないの？ GCN そう、GCN 全国3位だよ、これ。なんかすげえ叩かれてたね。誰だよ、両都市って。そうでもそれ僕の前にあのマツミリアって人がひたすらなんかミリア使いに喧嘩を打ってて、ミリアのスレッドとかは誰だよマツってってやっぱなってんの、はい、いや、そのマツさんも確か誰リョータがあの戦績なんだよって文句もつくされてたよ。そう、僕もなんだろう、その最初はそんな感じだったんですけど、うん、常連の人しか結局残んなかったんですよ。ああ、その気を使いのギルティ、気を使いのギルティで、で、ちょっと成田のこのセガワールドとかに、まあ、友人がいたんで行くと、うん、めっちゃ盛り上がってるし、うん、なんでこんな人いないままなんだろうってなったら、うん、呼ぶしかないってなって、うん、常連の人たちを飽きさせないようにするためにもう呼ぶしかないんだっていうので、西千葉のスターダストにそのいろんな人がいるっていうから、うん、まあ、行ったら、まあ、その松さんとか奥新さんとかウハチップですかね、うん、そう、あと誰だろう、ケイタ君とかミストシ君とか、 あの辺がいるっていうので、この辺と仲良くなって来てよって言えたら呼べんのかなってなったんで、あのどうやって近づこうかな、その強くてもダメなんですよ。なるほど。強
くて、強いよ、ね、まず見たことないけど、強いぞって声かけられる、そういう展開で、ダメなんです、ダメなんです、あの、大感されてる人も多かったあそうで、出てくる目はすぐにこう、パンとされちゃうんですよ。それは、座頭使いのやつが悪いよね。なんか、結構いませんでした。だったので、まあ、なんかその強くて目立つんじゃダメなんです。なるほど、気に入られる強さじゃないといけないから、はいはいはい、その大パンされてる人の動きを研究しに行ったんですよ。毎週水曜日で大パンされてる人がやっぱりそのエキサイティングに前にとにかく走ってくるやつ、はいはい、手下しする人、うん、投げ返す人、暴れる人、放す人、うん、でこれは絶対しないで、うん、勝つ、あとすぐ崩さない、うん、でもミリアス勝ってるだから目立つのは簡単だなと思ったんですよ、うん、暴れないし前に行かないし、じゃあもうずっと逃げてよ、うん、あの99秒間逃げてるミリアはあんまり見たことない、うん、どこの相手にもじゃあ逃げれるようにしたら目立つのかなっていうのが始まって、うん、もう別に強くならなくていいんで、うん、ひたすらそっち方面こう特化してた、特化してて、で普段自分有名な人と対戦しないときはめっちゃ前出るんです、うん、だけど有名な人と対戦になったなって思ったらおっすいね、めちゃめちゃ綺麗に立ちまるすごいね、悪知恵というか容量がいいというか、なんかお店を開けるのも嫌だったんですよ、その当時の使い方、うん、一日も開けたくなかったんですだからもう虫歯行くときは全員で行くんですよ。ああ、逆にね。はいはいはい。なんで週に1回しかもう行かないんですよ。そこに行ってもお店にお金入ってないから基盤が 2組目が買えないじゃないですか、うん、ゆくゆくはこう3個くらい動かして、うん、わーいっていうのをやりたかったんですけど、うん、まずはお店にも入らなきゃいけないし、スターダストに行ってそういうコビも売らなきゃいけないんで、で成功してたような気がしない。いや、そうも最初は素晴らしかったですよ。あの松さんとかなんだ同じキャラだからって話しかなかったんですよ。なんとかくんっていうのが松さんとコンタクト取れたんで、うん、松さんの紹介してもらって同じミリアやってますよって言ってください最初はこんな姿勢だったんですよ。で三越くんとかにも紹介してもらって、そしたらすぐ捨てちゃうから、うん、あの対戦相手の内容って言っては、うん、だから四つ街道から連れてくメンバーも選別したりとかした、はいはい、ナイパンされないプレイスタイルの人たちを連れてるブスカイ同然ですっつって、まあ、俺らあれだよ、いっぱい来てました。ガンバタの商品がさ、アケコンだってマネー手作りのアケコンだって言われて釣られていったのに、勝ったら出てきたら味噌だいや、いろいろあるしえ、味噌ってどういうこと。でもとにかく人を集めたかった。味噌が、うん、なんかいきなりガンダッシュで味噌屋さんの買ってきたコンビニの肉まんとか、うん、俺らが来たのはこれのためじゃないって絶望いやだから最初はコントローラーまともなのってそれ当時リアルアケドプロなかったから、うんまあ、だからこっちで作ればいいんじゃないですか、試作しようって。その丸江さんが本部出入りできたんで、うん、なんか いけるんじゃないかアケコンをスッとそのコンパネをゲーセンのアストロシティです、はいはい、を切ってコントローラー家庭用のにつなげられるって言い出したから、うん、じゃあそれ商品にしましょうって、商品にしましょうがいいかどうか別だって、うん、そういう提案があったんです、うん、で、それを最初第1回かなんか総合優勝とかに渡したんです、はい、でその後は多分もう噂で勝手にそれを期待するだろうって言われたと最初の総合優勝第1回の金ハイアル第1回の優勝者に2つ作ってもらったんですよ、はいはい、ワンピースに家、うん、そいつんち行けば遊べるみたいな、うん、で、第2回からはあの1キロ800円の味噌友人の家から作って、いやー、なるほどね、はいはい、で、結構高校生が多かったんですよ。あ、なるほど、ブッパとかイタとか、そうそうそう、当時高校生やつの連中がうわ、開け込んだーって言ってタダでもらえる味噌毎週味噌渡される聞いてたら違うっつって喜んでる、うちの親でも、持って帰るとみんな美味しいって喜んでる。ああ、なるほどね。なんか最終的にはもう、ほんとに40、50人毎週は金曜日とか集まって、うん、いろいろ成功したんですけど、その過程でも、なんかその上りの人たち、有名な人たちを
なるべく引っ張ってくれば常連が楽しくて、最終的に常連が楽しくていいなって、ずっと続ければいいなと思って客を集めようとしてたんですけど、そのお店に来て大パンされちゃうんですよ、うん、有名な人に、うん、だから有名な人邪魔だって途中で違うんだって、うん、でもある程度人が集められるようになったんで、うん、有名じゃない人たちを集めて、うん、ローカルで盛り上がり続ければいいんだって途中でなって、うん、まあ、有名な人いても良いんですけど、うん、やっぱその当時は棚の高い人が多かったような気がするので、はいはいはい、なんか楽しむっていうよりはなんかなんていうか育つとしてて、そうですね、蹂躙するみたいな、ね、そうです、まああの時はほら当時で千葉はそうじゃないかもしれないけど、新宿勢とかさ、日吉勢とか町田勢とかさ、うん、そのなんか地域ごとになんか結構バチバチしてるイメージがあったかも、ヒヤギラしてますよね、方向を変えます。だから大ファンしなかった人しか最後まであのゲーセンにいなかったと思います。もう声かけなかったですし、はいはい、当時ミクシーとかだったじゃないですか、あれのギルティー勢に公開しますって言ってるのにその対象にいないですから、ね、一部の有名な人たち、はい、その大ファンしないグループみたいなリストを作って、そこに向けて全体に公開してますって言って、うん、大会告知とかをするようにしたら良くないんでしょうけど、まあ、選別しながら、それ俺入ってんじゃないの、大丈夫かな、まあ、俺ら普通に大ファンしてましたね俺ら除外されてんじゃない、それもしかして、フォアージュはもう そういうので必死でした、ね、だから自分が強くなるとかっていうのは本当考えたことなくて、常連が楽しければいいんで、人を集められる存在になれるまでは強くなろう、強くなる、うま、ん、くなる、うまくなるんですかね、認められやすいうまさにならなきゃいけないと思ってやってて、たまたま森ジャムさんに連れてかれたのがその GCM っていう大会で、たまたまなんか上位に残ったっていう、うん、根本とか小川とかがやっぱりその台頭し上げるところだったから見ました。でそこで両立ちみたいな誰みたいなそれはなりますよ、うん、ゲームメッセージ結果も欲しかったです、うん、まあ、そんな感じでこうなんかちょっと目線が違いましたけど、地元の人たちを楽しませたくて横島に強くなろうとしたっていうのがギリティとの出会いでした。かつゲームセンターピンとの出会いでもあるってことだよね。なんとか盛り上げ続けたなって、つまり始まりは階段だったってまあそうですね、階段で寝れるような生活をしてたんで働くようになって、階段のおかげでギルティが強くなった、そういう感じ、はい。